ダイナマイト関西は、日本の元女子、プロレスラー。本名、鈴木千恵子。全日本女子プロレスのオーディションを受けるが、不合格となり、ジャパン女子プロレス第一期生となった。1986年8月17日に、後楽園、ホール大会クッキーズラ戦でデビュー。当時のリングネームは、ミス、A ・エこのリングネームで WCWA も参戦している。 その他1986年当時、ミス A の名前で、映画、B、バップハイスクール高校与太郎愛家に、マンモスのお名役で出演している。ジャパン女子解散後は、JWP 女子プロレスに旗揚げから参加。1991年8月、リングネームを、ダイナマイト関西に改名。JWP 時代には、当時全日本女子プロレス所属のアジャコングを、ライバル視し、 数度の挑戦の末に全女以外の所属選手としては初めてホワ世界シングル王座を獲得した。JWP 対談後はフリーとしてガヤジャパンを主戦場とし同団体解散後の2006年にユニット OZ アカデミー入りを表明した。2008年8月10日、OZ 後楽園大会での OZ アカデミー。 認定特グ選手権試合、敗者髪切りマッチに敗れ、丸坊主になる。その後、精神的な理由で、長期欠場していたが、12月14日、新宿大会で復帰。欠場中に体重を 93kg から 77kg まで落とした。2009年2月、OZ アカデミー後楽園、ホール大会にて、尾崎真由美の持つ OZ アカデミー認定。 無差別級王座に挑戦し、勝利、タイトル奪還に成功した。2016年3月20日、年内での引退を表明。十数年前より、抗原病を患い、また2012年には、肺がんで差配の半分を摘出していたことを明かした。5月22日、ダイナマイト関西30周年記念主催工業を開催。12月11日、引退工業を開催し、 尾崎と一気打ちを行い、スプラッシュマウンテンを決めて勝利。以降は、OZ アカデミーの解説に不定期で登場。ありがとうございます。